まず結論から言うと、日本からレユニオンへの行き方は5通りあります。ボジョートルモン、コモサバアサキです。今日は DM とかで一番よく聞かれるレユニオンへの行き方について、今日はちょっとシェアしたいと思います。アレオンコモスセッパチー。はい、ということで、そう、これ本当によく聞かれるの。 DM とかでも聞かれるし、ここに来た人にアサキさんはどのルートで来ましたとかいろいろ聞かれるので、そういえば YouTube でシェアしてないなと思ったので、今日はちょっとシェアしたいと思います。ちなみに私が関東出身なので、羽田空港と成田空港からの出発経路でちょっと話を進めたいと思います。まず結論から言うと、日本からレユニオンへの行き方は5通りあります。まず一つ目のルートがパリ経由になります。羽田もしくは成田空港からパリのシャルル・ド・ゴール空港まで行って、パリからレユニオンのローラン・ギャロス空港に着くっていう形になります。これはきっと今一番行きやすいルートだと思います。こう、まあちょっと距離は長くて一番値段も高いルートですね。そして二つ目のルートが、羽田もしくは成田から香港に飛んで、香港からモーリシャスに飛んで、モーリシャスからレユニオンのローラン・ギャロス空港に着くという香港ルートになります。これは私たちも使ったことがあるルートなんですけど、一番値段が安かった気がします。日本から香港には、まあ、結構いろんな便が飛んでるので、 LCC 使ったりとか、その時に安い航空便を選ぶこともできるし、香港からモーリシャスはエアモーリシャスだったかな、かキャセイパシフィック飛んでたかな、だった気がします。で、まあ正直に言うと、これはモーリシャスで乗り換えが入るので若干めんどくさいです。で、あと今は香港からモーリシャスに飛んでる便があるかないか、ちょっとここは不明なので、ちょっとご自身で調べていただく必要があります。そして3つ目のルートがシンガポール経由になります。羽田もしくは成田からシンガポールに飛んでもらって、シンガポールからモーリシャスに飛んで、モーリシャスからレユニオンっていうルートになります。このルートも私たち使ったことあるルートで、この時は、まあ、香港の時もそうだったんだけど、シンガポールで乗り換えをする時に2週間ぐらいシンガポールでちょっと遊んでから帰るっていうこともできるので、結構楽しかったですね。シンガポールからモーリシャスが今飛んでるかちょっとわからないので、ちょっとご自身で調べてみてください。で、そして4つ目のルートが、羽田もしくは成田からドバイに飛んでもらって、ドバイからモーリシャス、モーリシャスからレユニオンになります。この経由は私がここで結婚式を挙げた時に両親も来てもらったんですけど、その時に両親が使ったルートになります。ドバイの空港が結構大きいので、ショッピング好きの私のママとかはこうなんかワクワクしながら行ったりしてましたねあ、でもその空港がすごい広くて、ターミナルがめちゃめちゃでかいので、子供と一緒ってなるとちょっと大変かもしれないです。そして私のおすすめのルートが、羽田もしくは成田からタイのバンコクに飛んでもらって、バンコクからレユニオンになるルートです。お気づきになりました？もう一回言いますね。あ、羽田か成田からタイバンコクからレユニオン。そう、モーリシャスでの乗り換えがないんです。なので、子供との乗り換えはこれが一番楽です。私も、あれはもう3年前ぐらい、このののが一番最初に日本に行った時に使ったルートですね。私たちがトランジットした時は5時間ぐらいあったので、ご飯を食べて、で、ターミナルの中をちょっとゆっくり見て回って、でしてたらもう搭乗時間になったので、なんかすごく乗り換えもスムーズにできた思い出があります。はい、というわけで、今はまだちょっとどの空港が使えてどの空港が使えないっていうのがこっちだとちょっとわからないので、ご自身で調べていただく必要があるんですけど、まあ、今後ね、ちょっと今緩和もどんどんされてきて、海外旅行もこれからまたどんどん増えるとは思うので、もしレユニオンに行きたいなっていう方の参考にでもなればいいなと思って、ちょっと今回行き方をシェアさせてもらいました。この動画面白かったと思ったら、ぜひいいねボタンお願いします。 Si vous aimez cette vidéo, merci de cliquer sur j'aime. Rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt. Bye bye.